河野亮は神奈川県横浜市出身の元プロ野球選手。現在は千葉ロッテマリーンズの一軍打撃コーチ。小学3年の時に少年野球チームに入り投手で4番打者だった。日大藤沢校では鈴木白敷監督の指導を受けた。3年夏は県大会で横浜高校に延長11回の末に敗れ準優勝も。 横浜スタジアムで特大の本塁打を放つ。1989年オフにドラフト外でヤクルトスワローズに入団。入団当時から大食いのコーノの異名を持ち、その手のエピソードを多数持つ。1991年は一エサリナススパーズに野球留学した。1993年に一軍公式戦へ初出場する。ファームでは 長打力を発揮し、打点62を上げ打点王になるも、一軍では、層の厚い壁に阻まれた。1994年は保守にも挑戦。1995年はイースタンで19本塁打82、82打点を記録し2冠となる。1995年11月に、佐藤真一、田畑和也との交換トレードで、柳田正人と共に、福岡大英ホークスへ移籍。 大英時代は一時期レギュラーに定着したが、1999年6月に鳥越雄介とのトレードで中日ドラゴンズへ移籍。同年、古巣大英との日本シリーズでは、山崎武氏が骨折し、出場を不可能になったため、中日の秘密兵器と一部スポーツ紙が取り上げたことも、あったが、出番がないまま同年11月に鈴木大との、 交換トレードで、岸川信俊と共にオリックスブルーウェーブへ移籍。4球団目となるオリックスでもほとんど出番はなく、2001年オフに戦力外通告を受け、現役を引退。引退後、一時はサラリーマンに転身するが、2005年に松井優天から誘われて東北楽天ゴールデンイーグルスの2軍総務に就任を経て、2012年11月15日から、 チーム統括本部本部長、補佐一軍監督担当部長。2013年7月には新設されたファンリレーション室の室長も兼務した。さらに星野千一の監督就任後の2011年からは、星野の球場送迎用運転手も兼務。2014年より、チーム統括本部監督担当部長兼チーム、統括本部管理部部長に就任した。 同年10月29日に二軍打撃コーチに就任することが発表された。2018年10月5日に来期の契約をしないことを通知された。10月19日に大英時代同僚だった井口忠人が監督を務める千葉ロッテマリーンズの一軍打撃コーチに就任。前日の通り、大英時代にトレードの相手となった鳥越とはお互いにコーチとして チームメイトとなった。超打力が売りで、二軍では、イースタン、ウエスタン両リーグで、それぞれ本類打王に輝いた経歴がある。ありがとうございます。